直子伝は古代日本において天皇の直子により開発された伝授であり、皇室経済の財源に充てられた。直子伝が設定されたのは平安時代前期の天朝、上和年間に集中しており、この時期の開発奨励政策を反映したものと考えられている。直子伝は8世紀後期から存在していたが、本格的に設定されたのは9世紀、第2四半期に入ってからである。 810年代のうちは、右大臣藤原エンジン主導のもと、有力貴族、自社を抑制し、貧民救済を重視する政策が取られていた。しかし、当時、百姓層の改装文化が進み、貧民層が増加することにより、律令性的な人別課税が行き詰まるといった、社会情勢の変化が進展していた。そのため、820年頃に、大乗官主犯となった、 藤原冬次は開発奨励政策を導入することで社会の変化に対応しようとした。冬継史世期に行われた開発奨励の一つが直資伝の設定である。直資伝は国家の管理する省税を開発原資とし、主に空間地、新たなどに設定され、国史が直資伝経営を所管した。直資伝は冬祖とされ、その収益は皇室経済に充てられた。 天朝年間に直視伝の設定が急増し、次の上和年間も多くの直視伝が設定されている。直視伝の設定値は全国に及んでおり、例えば資料からは、下付、武蔵、美野、摂津、美禅、非禅などに設定例が検出される。天朝、上和期の順な天皇と人形天皇の知性は、学問が交流し、後世の古実ともなった。 宮廷日式が確立するなど、王朝文化が花開いた時期であるが、これらは、直子伝収入に支えられたものと考えられている。しかし、850年に、人名天皇が死去し、文徳天皇の治世になると、直子伝の設定は見られなくなる。この急速な変化は、当時政界主犯となっていた、藤原義久の意図に基づくものとする見解もある。十世紀初頭に、 律令制会期を施行する藤原時平が大乗官主犯につき九百二年に発布された演技の消炎制リレーにより直子殿の新設は禁止されることとなり以後直子殿は次第に見られなくなったしかし十一世紀後期に登場した五三条天皇は遠宮の消炎制リレーを発令して当時増加していた有力貴族自社の無人化消炎を取り締まったが 法廷要件を満たさない荘園は、直視伝とされ、天皇の支配下に置かれた。これは事実上の天皇陵荘園であり、御参上院直視伝と呼ばれた。平安前期の直視伝に対する評価は大きく、分かれている。直視伝設定値の多くが、空間値、新たであることから、特に意義は認められないとする見解。直視伝は、皇室の私的経済を形成するものだったとする見解。 積極的に進められた国家的な開発奨励政策だったと評価する見解などがある。さらに直視電の廃止が正体の返直後であることから、藤原氏による皇室勢力抑制策と見る向きもある。中原氏、守る、主規、公営3年6月8日、上国分支配、新州彦根氏氏ありがとうございます。